皆さんこんにちは、こんばんは、みねこです。はい、今回はですね、あるところに行ってきたので、そこで買ったものの紹介と、開封をしていきたいなと思います。でもその前にちょっと見せたいものがあるので、ちょっと見せますね。よいしょ。で、今日はですね、こちらですね。iPhone のトップ画面なんですけど、よいしょ。今日は3月15日の日曜日なんですね。3月15日の日曜日です。なので、3月15日といったら、あの日だろうなとは皆さんお分かりいただけてると思うんですけど、そうなんです。ラブライブのうみちゃんの誕生日なんですね、今日は。はい。Twitter でもね、すごい盛り上がってるんですね、やっぱり。で、誕生日ということで、うみちゃん推しという情報がいっぱい入ってるアニメイト宇都宮店に行ってきました。アニメイト宇都宮店に行ってきたので、やっぱりすごかったですよ。見ればわかるかな。アニメイト宇都宮店はこんな感じになっておりました。こういうふうに。こんな感じと、すいません、ちょっと今日、風邪気味で鼻声なんですね。すいません。こんな感じと、あとこんな感じになっておりますね。ざーっと見ていっちゃうと、こんな感じになっておりますね。はい。こんな感じになっておりました。今日はすごかったですね。でも、うみちゃん推しの自分にとってはすごく最高、パラダイスでしたね。そこのアニメイト宇都宮は。やっぱいいですね。自分の、推し面が、店一面に飾られてるとすごい気持ちいいですね。はい。やっぱそんな感じになっておりますね。あ、そうだ、ちょっと、突然なんですけど、ラブライブとは関係ないんですけど、よいしょ。自分ですね、今まで iPhone の5で、ずっと使ってきたんですけど、昨日ですね、iPhone6 に変えてきました。iPhone6 にちょっと変えてきましたので、ちょっと、こんな感じですね。iPhone6 のシルバーにしました。これは 64GB ですね。こんな感じになっております。すごい薄いですよね。では、トップ画面は暖房ですね。これは暖房です。はい。こんな感じですね。よいしょ。iPhone6 のね、紹介は置いといて、皆さんお待ちかねの、ちょっと買ってきたものをちょっと紹介していきたいと思いますね。買ってきたものを紹介していきたいと思います。よいしょ。よいしょ。では、紹介していきたいと思います。では、最初はですね、ちょっとアニメイト宇都宮のところはまとめてフェスタというんですけど、フェスタというところの中に羅針盤というところがあるんですね。そこでちょっと買ってきたものを紹介していきたいと思います。まず羅針盤のところからね。よいしょ。まずこちらですね。じゃん。うみちゃんのこれはキーホルダーかな。キーホルダーのあれですね、キーリングがついたラバーストでございます。こちらを1個と、あとですね、ちょっとこちら高かったんですけど、自分はね、ずっとこういう、この缶バッジが欲しくて、これがやっと売りに出されたということで、ちょっと奮発して買ってきちゃいましたね。こちらです。じゃん。これはラブライブのフィフスライブの、ガチャで、出てたうみちゃんのソロシングルの缶バッジですね。こちらちょっと奮発して買っちゃいました。いくらかというと、1000円近くはしました。はい。ちょっと高かったんですけどね。いいでしょ、いいでしょ。ずっと自分、フィフスライブ行きたくて、ずっとガチャやりたかったんですね。だけど、一つも取れなかったんで、この缶バッジ、買っちゃいましたね。はい。で、次はこちらですね。じゃん。ラブライブの、どんな時もずっとの、シングルを買いました。ちょっとこちら、びっくりするお値段。400円なんですよ。すごい安いですよね。ちょっとこれはお買い得だと思いまして。どんな時もずっとが、自分持ってなかったんですね、シングル。なので、ちょっと、いい時かなと思っちゃったんで、買っちゃいましたね。では、次2枚目、こちらですね。ドン。こちらは、宝物図とシャングリラシャワーかな。違う。パラダイスラブが入ってますね。宝物図とパラダイスラブが、入っている、シングルを買いました。こちらもなんと400円で買いました。すごいですね。さすがですよ。羅針盤最高です。自分羅針盤すごい好きなんですよ。お気に入りですね、もう。最高です、マジで。ほんと最高です。そこでね、買ったものがすごいいっぱいあるので、すごい良かったです。はい。次は、アニメイトで買ったものをちょっと紹介していきたいと思います。アニメイトで買ったものはこちらですね。ラブライブの、スクールアイドルダイアリーということで、こちらを買ってきました。こちらの、海ちゃんバージョンですね。アニメイト宇都宮ではずっとこれがなかったんですけど、海ちゃんの、誕生日ということで、こちらが発売されたんですね。こちらにも、完全新作劇場版6月13日公開、各巻カバーイラストを使用したラブカプラス1枚投入ということで、こんな風になっておりますね。やっと買いました。これ持ってなかったんですよね。どこ行ってもなかったんで、すごい嬉しかったです。おー、すいません。ちょっとカメラが揺れちゃいました。嬉しかったですね。で、今アニメイトでは、ホワイトデーで限定の、こういう、よいしょ、カードがもらえるんですね。こういうカードがもらえるんですけど、自分は、よいしょ、こちらですね。神様はじめましたの、カードをもらってきました。ちょっとね、神様はじめました。すごい面白いですよ。ぜひ見てください。こんな感じになっております。こんな感じです。こんな文が書いてありますね。はい、こんな感じです。これ結構嬉しかったですね。他の、シリーズもあって、いろんなアニメのカードがもらえたんですけど、自分は神様はじめましたを、見てるので、面白いんでね、それをもらってきました。よいしょ。全体図はこんな感じですね。ちょっとすいません。ここら辺の缶バッジがね。全体図はこんな感じですね。すごいビデオ、カメラ揺れてるんですけど、すいません。よいしょ。まあこんな感じです。結構買ったほどではないんですけど、まあこんな感じですね。時間の都合上、この動画ではちょっと開封動画を撮れないので、ちょっと、パート2に回しますね。はい、すいません。では、時間の都合上、この動画はこれで終わりにしたいと思います。はい、グダグダになってしまったんですけど、ご視聴ありがとうございます。よかったら、パート2の方も見ていってください。それでは、皆さん、ありがとうございました。